井の小宮山マウンドに上がりました。どういった立ち上がりを見せるか。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは柴原。第1球投げました。変化球ストライク、インコースへ。タイミング合いません。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。空振り。追い込んでいます。投球これから4球目。打った。三遊間の打球破った。柴原ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは2番井口。第1球投げました。初球を打ちました。ファースト前方のフライになりました。取りました。一塁へ送る。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げた。アウトコース低め。ボール。第2球投げた。見送ってストライク。第3球シュートはボール。第4球を投げた。完全に外れた。ボール。さあ投球は5球目。投げた。チェンジアップ見送ってストライク。第6球を投げた。外れました。フォアボールです。際どいところでしたがフォアボールです。右バッターボックスは4番小久保。ネクストバッターサークルには城島。外角低め。外れてボール。投げました。3球目空振り。タイミング合いません。第4球を投げました。インコース低めいっぱい。見逃し三振。ギリギリのところに決まった。リプレイをご覧ください。右のバッターボックスは5番城島。緊迫した場面が続きます。第1球第2球投げました。見送ってストライク。もう追い込んでいます。第3球変化球空振り三振。小宮山見事なピッチングです。先ほどのプレーです。ピッチャーを交代します。小宮山降板。マウンドに上がったのは村田。今日2番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。投げました。見送ってボール。投げました。ストライク。伸びのあるストレート。投げました。打ちました。ファール。第4球を投げました。ボール。低め。第5球投げた。打った。いい当たりだ。右中間へ持っていきましたが飛びついた。ヒット。中継。内川一塁蹴って二塁へ。内川いいバッティングを見せました。バッターは指名打者和山本。第1球投げた。1球目ストレート空振り。いきなり152キロ。初球空振りから。投球はこれから3球目。打ちました。ファールボール。さあ4球目低め。ボール。次は5球目投げた。低め外れてボール。投球はこれから6球目。打ちました。飛びついた。抜けた。カズ山本いいバッティングを見せました。マリーンズなおもピンチが続きます。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは佐々木。投げた。完全に外れた。ボール。第3球を投げた。3球目ストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。投球これから4球目。投げました。ボール。第6球を投げました。三振。左バッターボックスは9番川崎。第1球ボール。第2球投げました。渾身のストレート空振り。少し迷ったか。投げました。外れた。ボール。さあ4球目打った。ライト前ヒット。ライトからサードへ。ホークス1点返しました。川崎タイムリーヒット。マリーンズなおもピンチが続きます。打順はトップに帰って柴原。今日早くも2回目のバッターボックス。初球はストライク。インロー際どい球。ボール。アウトロー。ストレートは外れてボール。投げました。アウトコース低め。外れてボール。第5球アウトコース低めいっぱい。ストライク。投げた。打った。痛烈な当たり。打球はセンターへ。掴みました。ランナー三塁へスタートを切った。マリーンズなおもピンチが続きます。バッターは2番井口。第1打席はファーストフライに倒れています。第1球投げた。見送ってストライク。投球はこれから3球目。ボール。第4球を投げた。打った。セカンド右。落ちやボールを掴んだ。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。降板右の清水。今日3人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第1球危ない球。第2球打った。レフトへ上がった。センター掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番小久保。今日2度目のバッターボックス。投げました。投げました。ストライク。インコース厳しい球。さあ2ストライクと追い込んだ。投げました。変化球空振り三振。清水3球で仕留めてみせました。右のバッターボックスは5番城島。今日の第1打席はスイングアウト。投げました。ストライク。投げました。打ちました。投球はこれから3球目。打った。掴
んでこれで3アウトになります。ピッチャーを変えてきました。清水降板、マウンド上は増田、今日4番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。スラーブはボール第2球、投げた高速シンカーはボール第3球を投げました。低めいっぱいストライク、投げました、インロー見送ってストライク。投球これから5球目、外角低めいっぱい、見逃し三振、外角低めいっぱいに決まった。バッターは DH の数山本、直球見送ってストライク、いきなり151キロ、打ったファースト右への打球、福浦取った、一塁送球、増田取ってアウト、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは8番佐々木、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。打ちました、セカンド左横のゴロ、グラブ弾いた、落ち合今拾った、セカンドから一塁送球、記録はセカンドのエラー、セカンドのエラーです。左バッターボックスは9番川崎、第1球投げました、ボール第2球、空振り、投球は3球目、投げました、見送ってストライク、追い込んでから投げました、打ちました、ご注意ください、投げた、引っ張った、ファール、さあ6球目、打ったピッチャーの頭上、増田余裕があります、取ってこれで3アウト、チェンジ、ピッチャーを交代します。増田降板、右の小林、今日5人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか、投げた、外角低めいっぱいストライク、まずは決めてきました、第2球インコース引っ張った、ライト前ヒット、クリーンヒットです、ライトからファーストへ、柴原ナイスバッティングです。右バッターボックスは2番井口、今日はファーストフライとセカンドゴロ、第1球投げました、打ちました、ファール、第3球を投げました、3球目ストライク、キレのある変化球、第4球を外角低め、外れてボール、第5球打ちました、センターへの打球、センター取りました、ランナー1塁に戻ります、ランナー2塁へスタートを切った、2塁送球、ワンアウトランナー2塁に変わります。さあここは守り、第9球ボール投げました、決まってストライク、伸びのあるストレート、インロー高速シュート外れてボール、空振り、さあ5球は5球目、投げました、見逃し三振、バッターは4番小久保、ここまで2打席連続三振、ボール、まずは低めストライク、投げました、アウトコース低めストライク、第4球を投げた、見送ってボール、さあ投球は5球目、投げた、打った、落ち合ボールを取る、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。マリーンズピッチャー交代です。小林降板、マウンド上ピッチャーは渡辺、今日6番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。投げた、外角低め、見送ってストライク、まずは入れてきました、投げた、ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ、投げた、あーっとファルチップ、アウト、これはしっかりキャッチしていました。バッターは6番内川、今日3打席目、投げました、スローカーブ、ボール、第2球投げました、スライダー見送ってストライク、第3球を投げました、アウトコース低めいっぱいストライク、追い込んでいます、打ちました、アリトを掴んだ、一塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは指名打者カズ山本、ストライク、まずは決めてきました、投げました、ファルチップ、これはしっかりキャッチしていました、投げました、打った、ジャンプ、切れていきます、ファール、第4球を投げた、ボール、第5球投げた、ストレート、空振り三振。マリーンズピッチャーを変えてきました。渡辺降板、左の成瀬マウンドに上がりました。マリーンズこれでベンチ入りピッチャーを全て使い切りました。まずは立ち上がりに注目しましょう。打ちました、ファールボール、第2球投げた、まっすぐ見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球をボール投げた、インコース高め、空振り三振、三振に仕留めました。バッターは9番川崎、これが3度目のバッター、あっと引っ掛けた、飛びつく、川崎いいバッティングを見せました。打順は1番に帰って柴原、初球を打った、1・2塁間へ、柴原ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。第9投げた、危ない球、
第2球投げました、外れた、ボール。第3球は渾身のストレート、空振り、伸びのあるストレート、完全に外れた、ボール。投げました、スライダー、外れてフォアボール。これで満塁です。バッターは3番柳田、これが4度目のバッターボックス。投げました、初球打ちました、1、2塁間への当たり、ホークス1点返しました。アリーズ、なおもピンチが続きます。成瀬、ここは踏ん張れませんでした。なんとかしのいでいきたい。今日2三振の小久保、第9球投げました、初球はストライク、まずは決めてきました、投げた、ボール。投球はこれから3球目、低めの球、空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。ストレート、バッターは2番西岡、第9球投げました、ストライク。第2球投げた、危ない球。第3球打ちました、痛烈、入れば先制だ、伸びた、伸びた、センター見送った、ホームラン、先制ホームラン、スタンドへ叩き込んだ、ストレートを完璧に捉えました、アリーン先制、1対0、素晴らしい一発をベンチも祝福。こちらが先ほどの先制のシーンです。バッターは3番角中、第9球初球決まってストライク、1球目ストライクから投げた、打った、これが強烈、いった、入った、入っ た、入った、ホームラン、ソロホームラン、2者連続ホームラン、ストレートを狙い打ち、2対0、アリーンリードを2点に広げます。さあチームメイトからも祝福を受けます。さあリプレイです。バッターは4番落合、第9球直球見送ってストライク、第2球投げた、打ちました、痛烈、いった、一直、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、これで3者連続ホームラン、ストレートを完璧に捉えました。アリーン、なんと3連発を浴びせました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは DH の榎本、榎本第9球投げた、ストレート見送ってストライク、投球これから2球目、打ちました、これはいい当たり、さらに伸びていく、打球は左中間、センター見上げた、ホームラン、ソロホームラン、スタンドへ突き刺さった、ストレートを狙い打ち、4対0、アリーンリードを4点に広げます。チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。バッターは6番福浦、第9球投げた、ストレートはボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打った、これはいい当たりだ、打球はそのまま伸びていく、センターへ見上げた、ホームラン、ソロホームラン、スタンドへ叩き込んだ、狙っていたでしょうか、完璧に捉えました、5対0、アリーンリードを5点に広げます。今チームメイトが迎えます。先ほどのプレーです。バッターは8番サブロー、第9球投げた、変化球見送ってストライク、第2球投げた、変化球ストライク、低め、バッター追い込まれました。第3球はこれはいい当たりだ、いった、入った、入った、
チームメイトが迎えます。バッターは9番里崎。里崎智也。第9初球に送ってストライク。第2球投げた、真ん中にストライク。第3球を投げた、打った、強い当たり、伸びた、伸びていった、ライトセンター見送った、ホームラン、ソロホームラン、2者連続ホームラン、渾身のストレートを完璧に捉えました。7対0、マリーンリードを7点に広げます。素晴らしい一発をベンチも信じた山崎。に変わりまして山崎、背番号2。第9、あっと、いった、入った、入った、ホームラン、代打スリーランホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、見事に初球を捉えました。スイングを見せました。バッターは7番アリト。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。内角低め見送ってストライク。1球目ストライクから投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、1球外した、ボール。さあ4球目打ちました、いい当たり、右中間へのフライ、ワンバウンドヒットになる、1塁ランナー2塁を回った、中継、アリトツーベースヒット。ランナーは代打初芝に変わりまして、初芝背番号。第1球投げた、真ん中にストライク。第2球投げた、2球目空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、きた、いった、いった、入った、入った、ホームラン、代打スリーランホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、スライダーを完璧に捉えました。この回1番からの好打順になります。先頭バッターは西村。第9投げた、ストレート決まってストライク、まずは見送りました。第2球投げた、ボール、外角低め。第3球を投げた、打った、いい当たりだ、レフトへの打球、レフト交代、ワンバウンドヒットになった、打ったバッターは2塁へ向かった、西村2